鴨江寺は、静岡県浜松市中区鴨江にある高野山、新言州の寺院。正名は、高高山鴨江寺。鴨江観音の名でも知られる。鴨江寺は、現在の浜松市外規西部の谷間の消防地に立地する。この地に寺院が、初めて建立された時期は明らかではないが、地元に残る伝説によれば、奈良時代に鴨江の長者であった。 芋掘り長者が、そう、行基に願って観音堂を建立したことが始まりであるという。また、地元の随筆である英句周囲によれば、平安時代の長略年間に当時天台宗の寺院であった鴨江寺が階段を独自に設置しようとしたところ、これを阻止しようとした比叡山延暦寺の僧兵と合戦になり、鴨江寺は敗北した。比叡山の僧兵により、 階段に使う品々は、二王門の西側に埋められたが、その場所に階段塚と名付けられた塚があったという。ただし、以上のことは、同時代の資料からは確認できない。鴨江寺の名前が、同時代の資料から、初めて確認できるのは、1333年に、五代醐天皇が、同時の首都に領地を与える臨時からである。 鎌倉幕府と戦う五代醐天皇が各地に存在する山岳寺院を中心に仏教勢力を取り込む中で、鴨江寺もその対象に含まれたと考えられる。また、県務の新政崩壊後の1339年7月26日、南北朝の争いの中、北朝方の武将、皇子対皇母露布由らの攻撃によって、鴨江城が落城したことが、 瑠璃山連続山編の裏書きに記されている。鴨江寺が城塞化したとも考えられるが、ここでいう、城の正確な位置は定かではない。その後、鴨江寺には、周辺地域を支配する勢力から安土城や金星が出ていることから、寺院として継続したことは確かであるが、当時どの程度の規模、勢力であったかは定かではない。年、豊臣秀吉によって、 治療を215国寄進する書状が出されているが、これによるとカモエは、学党、新言院と十五の総合によって構成されていたことが確認できる。1603年、徳川栄康も治療を寄進している。この時期に深海、源、政、行殿、行勢といった僧侶が高野山から来ていることが確認できることから、当時はすでに新言囚人院となっているものと、 認められる。1608年、室町時代の仮乱は消失するが、記録によれば、1616 16年に家康の寄進により浜名湖の北にある頓膜山から切り出された建築用材により、本堂が再建されたとされており、その胸札も残されている。江戸時代初期から中期には、本堂の他に、二王門、弘法大師を安置した三影堂、薬師如来を祀るごま堂、 聖徳大子を祀る大使堂などが再建され、江戸後期には七道もの仮覧の並ぶ大事となっていたことが、嘉江年間に描かれた浜松五条家再建絵図に見て取れる。老朽化により、元禄年間に二王門の大規模修理、京方年間に本堂再建が行われている。明治維新後の1876年、新政府の二つにより、 学党新聞院の名称を廃止して鴨江寺とし、他の総合は鴨江寺に付属する形とした。太平洋戦争の最終期、1945年6月18日の浜松空襲で浜松市役所を中心に半径3キロ内に位置した所持院は本堂、客殿、栗等のガランが敵米の焼夷爆弾の落下で全焼した。住職、部海雲は、 昭和20年8月28日付で、静岡県知事宛に境内建物滅出届を提出した。復興計画は、早くから着手され、その当初の決意を、なお本尊仮法案書と、事務所白月中に建設の予定なりと記し、鴨江寺が直面している困難な状況を、全市ほとんど怪人となりたる、ため仮小屋をも当分建設し難し、なお、 残家80個全焼し、34個防空壕居住者、アルノミにて全部地方へ離散しホーム等分ほとんどなし、なおまた、適期毎日来襲するをもって、本尊観音菩薩への参詣者も皆無なり、次に当時経営基本材、樽治療も地上物件全焼セルをもって、収入皆無なりと述べられており、5月24日、6月18日の空襲の被害が伺える。 戦後、時の住職、武部海運は、ガラン再建から取り掛かり、1945年9月、疎開先の木賀上楽寺から戻った、武部海運は、仮住宅のため、兼務する、中沢町上落寺の物入れ小屋を移築することから、はじめ、旧弁天堂を本堂跡地に移設してご本尊の仮法案書となし、1947年6月に仮社校建て、 同年9月には、悲願会のための水向き地蔵堂を再建した。1946年春季悲願会の際には、観音堂の再建を参詣者に訴え協力を依頼。後に、鎌田絵王子学指導を譲り受けて、観音堂を再建することにし、1947年12月末には、ほぼ竣工した。百四十八年、本堂で春季悲願会を執行し、 翌24年にはご本尊の入り物式が取り行われた。1945年5月に被災前哨した鴨江養ヨ祭学園を翌1946年6月に再建し開校した。1987年観音堂の大改修が行われた。1959年混流された工房大支配殿、さらに1979年混流に混流された。 成田山不動堂と呼ばれる三つの王道が、それぞれの因縁を持ちながら、現在の鴨江寺を形作っている。境内には、以下の建築物がある。足利市、今川市、豊臣市、徳川市などの数々の古文書が戦火を免れて残されている。以下の古文書が伝えられている。以下の行事が行われている。鴨江寺の春、秋の悲願会のことを言う。 昭和初め頃、鴨江寺は、遠州地域では、お鴨江と呼ばれ、春の悲願のお中日には、境内は、参拝客で大にぎわいとなり、サーカスや見せ物小屋が開設されるとともに、境内周辺の道路には、瀬戸物市や植木市、玩具や飲食物を販売する屋台が立ち並んだ。地域では、死ねば霊は、鴨江寺に行くとされ、死んだ霊を慰めるため、悲願に、 鴨も参りをするならわしがあったという、ありがとうございます。